険謝絶ということがありまして、ワクワクというか、チャレンジがワクワクになっているという、保険というのは一つの手段、まあ、固定費がですね、上がったりと、お金という前提の話ではなく、自分たちが何をしたいか、できるできないではなくて、やりたいことをどうやったらできるようにするか、パッと出てくるような顕在的な話ではなくて、我が家の家族会議を皆さんの家族会議にしてみませんか。自分自身がいろんな交流会にも参加しているので、仲間の輪を広めるっていうんですか、